アゾフ連隊の部隊将アゾフ連隊の義勇兵、アゾフ連隊は、ウクライナ内務省管轄の国家警備隊である。元はアゾフ大隊であったが、後に連隊に昇格した。2014年5月の創設当初は義勇兵部隊であったものの、ドンバス危機以降の11月からは国家警備隊として機能するようになった。義勇兵は、 黒い制服を着用することがあり、それゆえ、メインブラックという異名を持つ。国会北部にある内海のアゾフ海に近いドネツク州、マリウポリに本部を置く。連帯のメンバーは東ウクライナのロシア語を喋る者たちによって構成され、また、ドネツクやルガンスクの反ロシア主義者からも人員を集めている。ただし、現在はキエフなど、西ウクライナの住民も、 紛争の激化から多く参加している。初期司令官は、右派団体、ソーシャル、ナショナルアセンブリー及び、パトリオット・オブ・ウクライナを率いていた、アンドレー・ビレツキで、いくつかの活動を経て2014年9月には、マリウポリでの戦闘に参加した。装備の多くは、政府軍と同じであり、その大部分は、AK-74 であるが、中には、IMI タボールやウクライナの、 国内軍需産業である RPC4 と射製の銃器、4は M1500 といった西側諸国の武器も見られる。また、ファストヘルメットやイギリスやドイツの軍服が使用される場合もある。また、キエフで募金活動を行うなど、ウクライナ国内で社会的福祉事業にも従事している。米通信社、ブルームバーグやロシアのロシアトゥデイによると、アゾフ連隊は、 ナチスドイツの象徴であるハーケン・クロイツの旗を掲げ、舞台称にはナチス親衛隊が用いた文様、ボルフス・アンゲルを用いているという。また、これらの理由から、米議会はアゾフ連隊に対して訓練及び対空ミサイルを供与する計画を取りやめた。しかし、アゾフ連隊は公に外国人排斥を主張しているわけではなく、自分たちはネオナチではないと主張している。また、 アゾフ連隊の支援者であるイホルコリモア会は、ウクライナ在住ながら、イスラエル国籍を持つ、ユダヤ人である。ありがとうございます。